お嬢です。お久しぶりです。本日はですね、最近買った購入品紹介していきたいと思います。ドンパフー、ね、最近全然動画投稿で、ね、主にロングの方全然できてなかったと思うんですけども、もうちょっと本当に GW だから、もう GW のせい、元気にウォタカ、そうこれなんですね。感じで一応いろいろ買ってるので、まず漫画からいきます。じゃん、今月買った漫画こちらです。まずは幼稚園ウォーズ 1,2 巻。これマジインスタのストーリーでパッとおすすめしたんですけど、本当に面白い。ジャンプラで今連載されてるやつなんだけど、多分ねアニメ化来ると思う。作品の設定がもうなんか本当に世間に受けそうな感じで、アクション結構ギャグよりプラス恋愛もちょっと絡んでて、うちはめちゃくちゃ好きなのでめっちゃおすすめ、見てください。じゃん、僕の心のヤバいやつ 1,2 巻買いました。今春アニメやっててすごい見てるんですけどね、めちゃくちゃ面白くてハマった。早く最新巻まで揃えたい。1,2 巻。はい、じゃーん。スキップとローファー4,5巻。最近の春アニメなんですけどね。春アニメで一番推してるのは、もちろんその連載時からずっと追ってた推しの子なんだけども、原作未読だったスキップとローファーをね、アニメで見た時に、めちゃくちゃ面白いやんってめっちゃ心奪われて、でも気づいたら次の日には漫画 1,2,3 巻ポチってて、急展開があるとかじゃなく、なんかこういう世界観、ほんとたまらない。めっちゃ好き。あとは、BL とユリですね。最近 BL 本を買うようになったんです。うち活動始める前から普通に腐女子で、ショート動画でたまーに腐女子関連のネタ動画を出すわけじゃないですか。だからそういう時に DM とかで、腐女子なんですよね、おすすめの BL 本教えてくださいみたいなこと言われたんだけど、本当に申し訳ないんだけど、うちマジでその BL 詳しくなくて。腐女子なんだけど、そのなんだろうな、こういう商業誌本当にわかんなくて、日誌の BL。うちはね、商業誌を買う系腐女子じゃなくて、アニメの非公式カップとか、ピクシブイラストとか漁ってムフムフしてるだけのにわか腐女子なんですよ。で、そっからよ、腐女子クリエイターのゆめちゃん様とすごい仲良くなっちゃって、おすすめの本何ですか？何冊か教えてもらって買って、で、それが面白かったから、その続きをもう本屋さんで今自分で一人で個人で買いに来るようにまで至ってるの。だからうち、レベルアップしたんです。でまあ、腐女子にレベルがなんかあるとかそういうのじゃないんですけど、ネット一歩踏み出すっていうか、なんかうちもなんやかんや言うて、その商業誌には手出したかったんだよ。出したかったんだけれども、親の目線とか、なんかそのなんかこう禁断の果実に手を出してしまったアダムとイブみたいな、そんな感じの気持ちになってしまっててやっとこう新たな性癖の扉を開けてしようとしてる感じなんですよっていう報告でした。じゃん、マスク男子は恋したくない。マスク男子 TikTok とか腐女子界隈の方々がおすすめ BL とかいろいろ紹介してくる中で、すごいワードを耳にするんだよ、マスク男子。でもうちもそれでずっと気になってはいたけれども、やっぱりうちは禁断の果実まだ手を出せない状態でして、見れずじまいだったんですけどね、今回を機に思い切って買おうと思って、とりあえず一巻だけ買いました。これは絶対ハマると思います。後日よだれてました。ハッピークソライフ、これもまあ有名ですよね。そのうちの高校の先輩に勧めされてて、ハッピークソ見て、雰囲気あるよね、ハッピークソ見て、ハッピークソ、当時は別になんピンと来てなかったんだけどね、だんだんなんかこう、その腐女子界隈の、また腐女子界隈の方の TikTok を見てる時に、ハピクソが出てきて、あ、これがハピクソか、ゆめちゃんの時に買ったのが 1,2 巻で、その後に、これがすごい面白かったんですね。3,4巻を続き買いました。はい。夜と朝の歌、これもおすすめされたやつでさ、ゆめちゃんが BL の中でも結構これが一番好きらしくて、腐女子オタクのゆめちゃんがそんなこと言うんだったら買うよねっつって買っちゃってみました。よかったです。なんか地雷の方いたら申し訳ないんですけど、好きな BL のカップ、黒髪、年下攻め、金髪、先輩受け。これです。で、なおかつ、その受けの先輩が、チャラめであるといい。年下の黒髪、長身、言い直しますね。黒髪、長身、後輩、真面目、攻め。金髪、低身長、先輩、ちょっとチャラめ、受け。LINE でゆめちゃんにおすすめを聞いた時に買った、キューピッドに落雷と、その続きの追撃。あとは、これ、まだ見れてないんですけど、キリングストーキング。なんかで知ったのよ。面白そうなので買いました。いや、これ高いんだよね。一冊1000円すんの。映画見れるんだよ、これ。やばくない？後日の声、値段相応でした。囁くように恋を歌う。これはユリです。うちユリをたしなむようになったんです。漫画本は多分、こんだけだったはず、今月は。こんにちは。これも買ってました。正反対な君と僕1巻。極楽街1、2巻。めちゃくちゃ面白い。もうすでに見てて好きなんです。めちゃめちゃキュンキュンしません？好きです。極楽街最近めっちゃ人気出てるよね。たまに TikTok とか流れてくるもん。今回今2巻買ったら特典のチェキがついてるみたいで。やったー、得しちゃったなー。いいんですか？正反対な君と僕もそうだけど、極楽街は確実にアニメ化来るよね。なんか推しの子とかスパイファミリーが人気になってきた時の波長と同じだもん今。極楽街見てない人絶対見た方がいいよムーブが起きてるもん。古参勢による。多分ね、何年後かしたらまた極楽街もアニメ化で、君、正反対な君と僕もアニメ化されるでしょう。現場から以上です。うちちょっと余談なんだけど、今さ、めちゃくちゃ映画見に行っててさ、ああ、もう眠
たい。さっきまで映画スラムダンクを朝から見に行ってて、帰ってきて、で、今から、また映画スラムダンク見に行くの。合間を練って家に帰ってきて撮影して、またスラムダンク見に行くの。なんでこんな見てるかっていうと、今実はスラムダンク界はすごい荒れてまして、映画で、なんかこう、毎週特典があったのよ。事前に決まってるやつじゃなくて、何日か前に、来週からこれ配ります、これ配りますっていう公式からアナウンスが来るみたいな。毎週いい特典が来てたわけなんですけど、それで今5月じゃないですか。ソロ持ちも、ロングランとはいえ、もうすぐ終わりかけなんですよ。だから終わりかけだから、みんなもこう、気が緩んでるわけじゃないですか。そろそろスラムダンク終わるな、あ、俺らの青春がな、みたいな感じでなってるわけじゃないですか。そんな中で、25万人入場者限定で、なんかその、ランダムアクスターみたいなものを配ります。それを見たときいいんですか、まだやるの、もう本当にジークさんみたいになっちゃって、またかよ。でしかもそのまたかよをさらに超えてくるレベルの素晴らしい特典を用意してくださったわけじゃん。今まで紙系のものだったのよ、シールとかそのポストカードとかそういう感じのものだったのに、急に一番うちらが欲しいであろう各選手のね、あの等身ランダムアクスタが配られるってことで、ランダムよ、しかも5人、そんなんで、そっからまあもうその告知されたのが2、3日前だから、もうやるしかないよね。チケット戦争に乗り出たわけなんですけど、やばかったの。29、30が土日だったんだけど、25万人限定ってだからさ、25万って全国規模で考えると2、3日で終わるっていう計算なのね。だからそんなんみんなね、土日に集中してチケット取るやんか。一応なんかアクセスが集中したっぽくてさ、深夜の1時ぐらいかな。急に参加して、やべえって参加したら、案の定全然席がなくて、最近人気がやばいとはいえ、そこまでだろうなと思ってたら、もうすごかったよ。大阪のあらゆる劇場をこうやっていろいろ調べても、もうどこもなんか数席しか残ってなくて、もう必死にもがいてもがいて、とりあえずチケットを取れました。今日めっちゃ早口、なんかめっちゃ息つかれた。映画間に合うよね。ずっと待ってたのよ、スラムダンクの映画化で。もずっとスラムダンクのグッズとかさ、もうその子供の頃、小学生の頃なんかさ、お金なんかなんもないから、スラムダンクの何か買いたいなとか、それこそ漫画本も買えなかったし、今大人になってやっとスラムダンクの漫画買えたしみたいな感じでね、そのスラムダンクにはずっと見つけたくても見つけなかった。スラムダンクっていうコンテンツも死んでた。そんな中今 コンテンツが生き生きとしておる。それで自分が今見つけるタイミングにある。もうそんなん見つぐしかないでしょ。ということで、ね、ちょっとごめんなさい、長々となっちゃったんですけど、結局はなんとかコンプリートしようかなって今企んでるところでございます。その後コンプしたのであった。みんなはどうですか、スラムダンク見てくれてますか。見てくれてる、ありがとう。え、どこがいい、わかる。丸ゴリの、わかっただよね。マジヒロイン枠だわ。あと、推しのルカ楓がね、本当に顔がいい。映画になってから声優さんが一気に交代したんで、スラムダンクファンがずっと知ってるあの、ルカ楓の声ではないんですよ。ルカ楓って緑川さんの声だったんですけど、今すごい結構ずぶとくなっちゃってて、CV 亀尾さんでね、亀尾さんが悪いってわけじゃないですけど、すごいなんか、たまに混乱しちゃって。カエデはどっち？昔のアニメの方と映画の方を行き来したらすごい混乱してしまうことがあるんですけど、ルカはカエデはルカはカエデなので、まあルカはカエデを愛すしかないのかなとは思います。余談が過ぎるの。進みます。アニメートでちょこっとだけ買いました。ジャンプフェアみたいなのがやってて、多分ジャンプフェスタで売ってたグッズとかかな。アニメートで売られてるシーズンでして、それたまたま出くわしたので、ちょこっとだけ買ってきました。わーすごーい。ジャンプフェアとは関係ないんですけど、はい。赤足アクスタです。このビジュアルはまだマシな方だったのかなと。IQ の原作園オリジナルステッカーコレクション。3つだけなんですけどね。あと、ハイキューフォトステッカー1枚。あとこれもう開封しちゃってるんですけど、推しの子の、うちの推し、有馬かなちゃんの脱いで、これ本当に欲しくて、もう今ね、毎週、あの、リアタイで欠かさずずっと見てます。もう有馬が可愛すぎて、タイトルが重曹の子なんだよ、うちの中で。こちら、ダン。これもジャンプフェスタじゃないんですけど、ラブライブスーパースターのヘアーナスメちゃんのミニアクスタです。可愛いよね。可愛いだろ。可愛いって言え。私さ、うちの推してるこの、ヘアナスミレちゃんの属するグループのね、リエラっていうグループがあるんですけど、あの、リエラがまた全国ツアーをするようで、行きたいんだよね。ラブライブ系列のライブ行ったことなくて、アイドルアニメ系のそういうライブにマジで行ったことがなくて、なんだろう、その、地雷を踏まないか、その界隈の地雷を踏まないかすごい心配でしかなくて、その界隈でしかない、その暗黙のルールみたいなのがあったりとかするじゃないですか。そういうのあったりするんかなとか、その、新参者が行ってなんか結構、ね、ちょっとなんか、ねえ、ちょっとねえ、なんかこう、いびられたりしたらどうしようとか言って、めちゃくちゃ不安なんですよね。まあ、行けたら行くんですけども。500円分買ったら1枚もらえるってやつでね、めちゃくちゃもらったんだけど、え、こんなもらったの？すごくない？すごい。え、待って、やばい。ジョジョ来た！やばい！ジョジョもラインナップにあるの、ちょっと開封していこうかなと思います。表に見えるのはこの坂本デイズですね。ズ逃げ上手の若君。アニメが決まりましたね。楽しみです。じゃん！え、ビビ買っちゃったんですよ、連載。お疲れ様でした。あ、お金話来た！あ、ルリドラゴンだ！インカとリュウナ。あ、これは見てないし。はい、じゃん。1号機操縦中。これも見てない。すごい、知らぬ間に新連載めっちゃやってたんだけど。あ、
人造人間100っていうものが、あ、これはなんか知ってるわ。ドラゴンボールなんだが、え、すごい、ドラゴンボールもくれるんですか。はい、さっきのね、ジョジョと、嬉しいんだけど。今から開封だし、これが終わったら映画スラムダンク配給ステッカー3つあげたいと思います。ラインナップはこんな感じ。大人のメガネ赤石くんがいるんで、いきまーす。1枚につき3個入ってるって。優しい。はい。これは？あ、山口宝来くん、田中梅仙でーす。原作絵ってほんと可愛いよね。てか、配給の映画っていつやるんだろうね。オタクの心をもてあさんでるね。映画が始まるイコール、配給というコンテンツが終わりに近づいてるところじゃないですか。タイトル名ファイナルなんで。もう本当に怖い。始まらないでほしいと思ってるのよ。嫌なオタクだけど、始まらないでほしいと思ってる。次来ないかな、次来ないかなって待ってる状態が一番楽しい時ってあるよね。恋愛もそう。ふけーはい。見ないようにする。大地さん、大地さんかなこれ。大地さんだよね。大地さんかっこいい。大地さんだよね。大地さんなんかすごい。ねえ、毛量増えた？佐久崎由美くん。成田と木下くんです。待って。この二人モテるんじゃない普通に。成田くんに関してはめっちゃイケメン枠じゃない？落ち着きのあるインテリ系男子って感じなんだけど。木下くんなんか菅原さんの面影を感じるわ。成田くん、生やせばいけんじゃん。うぃー。来いや。今夜さんの確かな夢かな、今夜さんの約束と夜に確かな夢かな、赤石を出せば万事休す。いきます。あー、やりました。そんなかっこいい。なったじゃん、ひなたじゃん、じゃん。おー、二口だった。大人になってからこの髪型にしてる階級が多くない？若返し頃は伸ばしてたけど、大人になると短髪でさっぱりしたくなるっていう大人の色気が出てくる。あー、疲れた。赤石家じゃ出なかったと。まだあります。フォトカードです。あ、そうやった。これ赤石刑事おらん。まだあります。終わりですね。影山飛びよと研磨炭が欲しいです。いきます。はい、やった。うわー、メインの写真とここの縁段差があって、ちゃんとなんかこう分けられてる感があるんですよ。実際は同じ紙なんですけど、すごいチェキを感じます。シールね。よかったよかった、挽回できたわ。挽回。はい、てな感じで、アニメートの購入品紹介でした。アートは、まあ、ここに映ってる。じゃん！なんか、イカゲームに影響されてるかなと思ったでしょ。残念でした。イカゲーム、だいぶ前に見てます。最近見た人っぽいよね。ここは、ポッチ、清澄だのさ、あのステージ、一発目から死ぬやつ。こんなの余裕じゃねえ？なんだあの人形、みんな行こうぜ、行こうぜ、何も怖くねえよって瞬間、バーン！一発目にやられて、それをやったことによって、周りの人たちが今の現状に理解するみたいな。その引き立て役。私がもしイカゲームに参加したら、多分そういうキャラ立ちになるとは思います。いつも青のやつ着てるんだけど、ジャージにすごいハマってるからさ、ジャージって着やすいじゃん。うち緑が好きなので緑買って、あと買いたいのは赤買いたいかな。動画を撮る上でなんかその赤青緑のジャージを着回したいかなって感じで、あとじゃーん、うん、これはでかすぎる。これはね、あのコスプレのあのものをまた買いました。なんか前の購入品紹介でもうちなんかそのトガちゃんのビッグを買ったらなんだろう言っといて、トガちゃんを全く出してないっていう。はい、ごめんなさい、太ったので出したくない。太っちゃって出すの自信がなくなってるって感じなんですけど、まあ今ちょっと吹っ切れてるんで、ゴールデンウィークとやらが終わっていろいろ片付いたら出そうかなと思ってます。でそれとは別で、お友達とね合わせをしたい約束があるから、じゃん、これと、これ、はーい、見てわかるでしょ、これは。今やってるハロアニメでね、これ着てるやつといえば、そう、鬼滅の刃ですね。鬼滅の刃のコスプレをします。初めてなんだけど、今ここに持ってき忘れたんだけど、別でね、その、やるキャラクターのウィッグたちを買いました。で、それをちょっといろいろ制作していったりするんで、まあ、それをまた動画に出すと思うんで、そのうち近日中にわかると思います。どのキャラをやるかっていうのは。よろしく。この鬼滅の刃とは別で、今後ね、ちょっと暇があったらやりたいなっていうキャラクターのウィッグが、こちら。緑。これはね、ツインテール部分ですね。緑でハーフツインってキャラといえば、チチ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 ーン。そう、もう言います。暗殺教室のカヤノカエデちゃんです。うち昔髪の毛を緑に染めてた時からずっとなんかカヤノちゃんっぽいねみたいな感じ言われてて、ただカヤノちゃんやりたいなと思って買いました。やりたいやりたい。じゃん、これ紫ウィッグです。この色味みんな見覚えあるんじゃない？よろしくお願いします。はい、ヒロアカのジロー京香ちゃんです。ヒロアカ女子に関してはもっとやりたい欲があって、一応だってもうお茶子ちゃんとトガちゃんやってるわけだからさ、そのジローちゃんみたいな感じのそのなんだろうな、下まつげ強め系のキャラクターを今までやったことがないから一回挑戦してみたくて、じゃーん、これ、はい、超青。これはボッチザロックの山田涼先輩のウィッグですね。ボッチちゃんをやりたいなと思ったんだけれども、ロングウィッグって絡みやすいってよく聞くからさ、なんかその
なんだろう、めんどくさいミディアムか小刀のキャラしかやってなくて、でそんな中でやっぱりね、その髪の毛短いキャラといえばっていう山田涼先輩なんですよ。はい、今回の購入品はそんな感じでした。はい、そんな感じで今月も良いおたかつでしたな。今回の動画は以上となります。こちゃん動画がいいと思ったらグッドボタン、こちゃん動画が悪いと思ったら低評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバイ、お通常でした。次の動画もお楽しみに。